ではですね、確認していきたいと思います。今日は中学3年生ね、日曜日、17日の日曜日でしたかね。こちらの方ですね、今日やりました国語の過去問のですね、要点、確認していきたいと思います。まずですね、第問5番の方なんですけれども、第問5の括弧3ですね、こちらの方なんですけれども、文節と単語に分けてくださいという問題がありました。で、A の文章なんですけど、彼の金色の髪は光が当たると美しく輝くという、この文章ですね。これを文節と単語に分けていくという問題です。はい、そしたらまず文節からちょっと参りたいんですけど、文節で分けるときキーポイントありましたね。これ、ねという言葉をぜひつけていってください。こちらのねが入るところにぜひ斜め線入れてもらって区切っていきます。じゃあ実際にちょっとやってみます。はい、まず彼のね、金色のね、髪はね、光がね、当たるとね、美しくね、で輝く、こういう形で分けていきます。はい、そうすると1,2,3,4,5,6,7 個に分かれますので、文節の数は7という形で答えてもらえれば OK で、ちょっとよいしょ、この部分なんですけれども、数字、問題文に漢数字で答えてくださいというふうにもう書かれてるんで、漢数字で必ず答えなきゃいけないんですが、まあ、国語は基本的にはですね、数字聞かれましたら漢数字で答えることが多いです。まあ、三要数字で答えてくださいと言われたら三要数字で当然答えるんですけれども、で、基本的には漢数字で答えることが多いんで、ここもしっかり押さえるように。はい、次、単語いきますよ。単語に分けていきます。単語ってことはですね、もっと細かくね、分けていかなきゃいけないんで、本当にですね、細かく区切っていきますので、文節よりも数が増えますんで気をつけてください。じゃあ、今度分かりやすいように青でちょっと横に区切っていきます。はい、彼の金色の髪はという形で、まあちょっと右側だけ分けさせてもらいましたが、こんな風にですね、細かく分けていきます。まあ名詞だったり助詞だったりですね、品詞で分けていくんですが、こんな風に分けていく。そうすると、光が当たると美しく輝くという形のね、言葉のまとまりで分けていきます。はい、そうすると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ですね。例えば1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ですね。ということで、単語に関しては12個に分かられましたよということで、こんな風に分けていってもらうといいですね。はい、それから次ですね、 B の文章に行くんですが、こちら文中に下線部、線が引かれていますので、このですね、文のですね、成分をですね、あ、主語、い、述語、う、終止語、え、接続語、お、独立語、ね、こちらの5つの中からですね、選んでもらいたいということでございます。はい、そしてまず B の文章をちょっと読んでいきますが、提灯の光が怪しく水面に揺らめいていたという文章です。水面にっていう文の成分何ですかっていうのを選んでもらいたいんですが、まずですね、ちょっとポイントなんですけど、この主語とそれから述語、これが一番やっぱり分かりやすいので、これ最初ちょっと見つけちゃうといいですね。主語と述語なんですが、提灯の光がっていうんで、この文章光、これですね、これがですね主人公になりますんで、まさしく主語に当たります。じゃあ光がどうした、光がどうしたっていう部分が述語ですよね。なんでこの最後の揺らめいていたっていう部分が述語に当たります。ってことはこの水面にって部分を聞いてますので、主語と述語はもう違いますよっていうのが分かったので、選択肢から省いちゃっていいです。はい、じゃあ残った3つの修飾語と接続語と独立語の中でどれが当てはまるのかってことなんですが、この水面にっていうのがどんな
な働きをしているのかなっていうのに注目してほしい、ね、この睡眠っていうのは下の述語の揺らめいていたという部分にかかってます。で、この揺らめいていたっていうのをより具体的に分かりやすく説明しているのが睡眠ですね。なんでただ光が揺らめいていたってだけじゃなくて、光が水面に揺らめいていたっていう風に聞くと、あ、なんとなく水のね、水面にキラ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 って光が反射している、そういうイメージが湧きやすいですね。そういう風に分かりやすく、より詳しく、説明する、そういった働きをするものは就職後ってやつですね。なんで答えはうの就職後を選んでもらいたい。こんな風にですね、どんなとか何にをとかどのようにとかっていう風により他の部分を具体的に分かりやすく説明する働きがあるのは就職後になりますので、そういったところをぜひともですね、押さえておいてもらうといいですね。この就職後非常によく出てきますね。それなんでぜひとも皆さんですね、こういったね、より他のところをより分かりやすく詳しく部分でね、説明しているのが就職後なんだっていうのは一つ押さえておくといいでしょう。はい、で次もう一つちょっとですね、今日は紹介していきたいと思いますんで、ちょっと失礼しますね、こちら。よいしょ、いい、失礼します。よいしょよいしょ。はい、大問3番ですね。古文の内容にちょっといきたいと思います。大問3番ですね。はい、皆さんやっぱり古文はなかなか苦戦される人が多いですね。やっぱりちょっと難しいところもあります。まず古文の問題に入ったら、内容はとりあえずですね、ちょっと分かんないところあるかもしれないんだけれども、一回必ずですね、一通りの中身を読んでください。まずはしっかり目読します。そして一通り読んだ後にこの文章、古文の隣にこの中というのがありますので、これを必ずです、必ずチェックしてください。といえばこの中っていうのはヒントですね。分かりづらいようなところがありましたら、こういった中のところでヒントにですね、載ってる時がありますので、ぜひともこの中は絶対に見てほしいんですね。これを参考にしてください。はい、で今回の古文の話なんですが、どんな話だったかっていうと、まずですね、主人公の方がいます。この方、浮きのぼという形ですね。はい、この方ですね、お坊さんです。そうですね、お坊さん。はい、この方がですね、主人公になってまして、場面的にはですね、正月です、お正月の7日の朝になります。朝で、これね、古文だとですね、朝とは言わずにですね、明日って書いてあるんですけど、これは漢字の読み、漢字の形通り、朝のことを表しています。朝ね。はい、で、しかもですね、結構早いですね。虎の一点なんていう風な形で時刻が出てます。十二支の命の虎の辰巳もね、虎なんですが、昔そういったね、形で時間を表してたんですけど、これがですね、やはり中にちょっと載ってるんですけど、今のですね、午前、朝ですよ、午前ね、午前ですね、だいたい4時半ですね。だから結構な早い時間ですね。4時半号ですね、の時に、正月なんで、お正月のですね、7日なんですけど、これでね、意外にピンとくる人もしかしたら結構すごいんですけど、皆さんですね、この言葉知って、この言葉ってこれ知ってますかね。春の七草ね、これをですね、食べているお話になります。なんとなく春の七草ってね、聞いたことありますでしょうか。私はちょっと具体的にっていうか、その食べたことはあまりないんですけれども、無病最息ですね、この1年間ですね、無事にですね、過ごせますようにっていうですね、そういった、願いを込めまして祈ってですね、食べる風習がありまして、この春の七草をですね、食べているんだよっていう、そういうシーンが、今回の古文ではあります。で、この春の七草なんですけれども、どんな風に、食べてたのかなっていう、その具体的な中身も入ってるんで、じゃあちょっとこれで失礼しますね。よいしょ。古文の文章をちょっと一部抜き出しますが、
こんな形で書いてました。表紙を取りてかしましく打ち叩く、こんな感じ。まあ、これ古文の本文の中から抜粋してるんですけど、表紙を取りてかしましく打ち叩くというふうな形で、まず七草をですね打ち叩いてるんです。まあ、打ち叩くは言葉通りですよ。バトンバッタンバッタンですね。でこのかしましくという部分が実は問題で出てまして、これかしましくってどんな様子を表してるんですかっていうのを出しています、ね。でいきなりかしましくだけちょっと見ても、まあ打ち叩くっていうのが少しヒントにはなってるかもしれないけど、かしましくだけ聞いてと思うかもしれませんが、このね表紙を取りてね、みんなでね、まあ声を合わせて掛け声とかかけてるのとリズムとかを取って、まあリズムって言ったら昔の時代だからだけど、取りてですね、みんなで一生懸命ですね声を出してと叩いてるわけですよね。それなんでかしましくっていうのはですね、まあやっぱりにぎやか、まあ、みんなで声を合わせてですね、力を合わせて、にぎやかにですね、打ち叩いております。まあ、お坊さんであり、かつ正月のね、春の七草を無病最速に食べてるんで、まあ、行事みたいなものだと思うんですけど、そういう形でやってるわけですね。で、しかもですね、まあ、七草をこのね、パパパパ叩いてですね、叩くだけじゃ、ちょっとですね、そのまま食べるっていうのも微妙ですよね。で、この後に書いてあるんだけど、その後は、雑炊にして食うっていう形で、まあ、ちょっと届つながってるのか、そのまま文章がですね流れてるんですが、これですね、雑炊っていう形で、読みます、ね。で、ここのですね「工夫」と書いてある、ね、この部分を現代仮名遣いに直してくださいという問題出てます。現代仮名遣い、ちょっとすみません、下の方まで行っちゃいました。こんな感じですね、現代仮名遣いに直してくださいっていうんですが、こういった、古文の文章を現代仮名遣いに直してほしいという問題はもう非常によく出まして、もうほとんどですね毎回出てると言っても過言じゃないですね。入試でもほぼ出てます、これ結構現代仮名遣いですね。でここでちょっと気をつけてほしいんですけど、現代仮名遣いに直すときに、ひらがなで書きなさいよという条件がつくときがありますので、そういうときは必ずひらがなで書いてください。まあ、当然ですね、ひらがなでっていう形に言われてますからね。なんだけど今回は、この条件はちょっとついてませんでしたね。ただ現代仮名遣いに直してくださいっていうふうに言われただけなんで、そういう時は普通に現代仮名遣いで漢字も使っちゃってるんです、これね。うという形で、こんな風に書いてもらえるといいでしょう。ね。なんで、はひふへこはわゆうえおに直りますんでね、このふの部分をうにしっかり直してもらって、こんな風に書いてみてください。はい。そして、さらにですね、この浮世坊さんですね、実はですね、この七草あんま好きじゃないんです、この後言ってたんだけどね、あまりついたものではないっていうことでね、あまり好きなものじゃないんですっていうことをですね言ってましたので、じゃあ実際にですね、何が好きなものじゃないんですか、あんまり好きなものはないっていうのは何が好きじゃないんですかっていうことを聞いてるんですが、はい、確かにね七草なんですけれども、ここポイントがちょっと今書いてありまして、ただ七草そのまま食べてるんじゃなくて、雑炊にして食べてるって言ってるんですよね。雑炊、雑炊ね、なんとなく皆さん雑炊と聞いてんと思った方いるかもしれません。はい、ちょっと季節的にはもう終わっちゃったかもしれないんですけどね、冬とかに鍋をよく食べてたと思うんですが、鍋を締めとしてですね、残った、ね、汁ですご飯とか入れてですね、それを締めに食べる人もしかしたらいるかもしれません。まあ、そういった形のちょっとお粥じゃないんですけど、まあ、お粥っぽいようなね、そういうの雑炊ってやつなんですが、実はですね漢字が今と違いまして、これもやはりこの中に出てたんですけれども、この雑炊はですねぜひとも下の漢字に直してもらいたいってところですね。雑炊間違ってないよね、大丈夫だね、そうだね、という形でこっちの雑炊にぜひも直してください。でこの漢字見ると、あ、見たことあるって人多いと思いますね。
なんでね、これ中に出てました。これ中に出てましたので、ぜひともね、こういったところはありますので、中は絶対参考してください。なんで、何が好きじゃないのかなといえば、七草の、入った雑炊。なんていうのを、まあ、かけるといいですね。あくまでも、まあ、一例ではありますが、こういう形。ただ七草だけだと多分減点が罰になっちゃうんで、ちゃんと雑炊っていう内容もしっかり入れてほしいので、七草の入った雑炊。ね。こんな形で揚げてもらうといいかなと思います。で、あとはもうちょっと、もう一個問題はあるんですけれども、ぜひともですね、の最後にですね、まあ、単価が載っておりますので、その単価を読んでもらえれば結構最後の問題分かりやすいので、ぜひあとはですね、やってみてください。はい。というわけで、今日はちょっと大門5番と大門3番の一部を使いまして、要点まとめさせてもらいました。よくですね、また見直してもらってですね、トイテストに備えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、一旦今日はここまでになりますね。よいしょ。はい、じゃあね、バイバーイ。